平ら幸は、日本の政治家、タレント、経営者。元衆議院議員。1959年、京都市中業区生まれ。父は、京都大学教授の平修司母は、日本航空スチュワーです。1978年、洛南高校卒業。1983年、京都大学工学部物理工学科卒業。 1986年、カリフォルニア大学ロサンゼルス校大学院材料、工学科修了。帰国後、母と喫茶店をはじめ、喫茶店マスターになる。1987年、テレビラジオで、タレント活動を開始。4月、KBS 京都で、ガンビー・タイラ名義で、ラジオ番組、フリーキャンパス京都開始。 関西を中心として、主に越前や氷太とのコンビで、タレント活動を行う。関西テレビで、猛烈科学教室トンチ博士役など。1989年、有限会社アドミックス、代表取締役。建設産業シンクタンク活動を実施。2006年、国土交通大学校講師。2007年、内閣府から、 地域活性化電同士に任命される。2008年から2010年3月31日まで、東洋大学理工学部非常勤講師。2009年8月30日、第45回衆議院議員総選挙に、民主党公認で、京都一区から出馬し、自由民主党の伊吹文明元財務大臣を破り、初当選した。2012年6月18日、 政府の関西電力大井発電所3号機、4号機の再稼働決定に反発して民主党の幹事長室に離党届を提出した。2012年の消費増税をめぐる政局では6月26日の衆議院本会議で行われた消費増税法案の採決で党の賛成方針に反して反対票を投じた。民主党は7月3日の常任幹事会で 離党届を受理した。2012年8月31日、衆議院において減税日本所属議員と新会派、減税日本、平安を結成した。11月13日、みんなの党の会派に加わった。11月21日、みんなの党の公認を獲得する。2012年12月16日、第46回衆議院議員総選挙に、 みんなの投稿人で、京都一区から出馬するも、比例復活もならず落選。2013年7月21日、第23回参議院議員通常選挙に、みんなの投稿人で、比例区から出馬するも、落選。12月、無所属となる。2014年12月16日、第47回衆議院議員総選挙に無所属で、京都一区から出馬するも、 落選。2019年3月28日、寺株式会社代表取締役社長に就任。ありがとうございます。